宇宙世紀0923月、連邦は宇宙での監視の強化と反乱分子制圧のためロンドベル隊を設立。各コロニー及び反地球連邦運動の監視を行った。その中にアムノレイの姿もあった。アムロ、大変です。スイートウォーターがネオジオンを名乗る艦隊に占拠されました。シャア・アズナブルは地球連邦政府に対してスイートウォーターをネオジオンの領土とし独立を承認することを要求しています。しかしこの後の交渉ではシャアは直接交渉は望まず、ただ実戦あるのみと言っているようです。地球連邦政府がスイートウォーターの主権を認めない場合、我々は地球連邦軍の中心であるラサに対し直接的な攻撃をする用意がある。このシャアの発言の真意について、さて、評論家のビルマッキー、タイと一年戦争で戦ったあの赤い彗星のシャア。シャア。艦長、ラサの参謀本部から出撃命令は降りたのか。いや、まだだ。ラサのお偉いさんはシャアが生きていることさえ信じていないよ。コロニーの連中もネオジオン寄りだし、地球から宇宙を支配している連邦を嫌うスペースノイドは山ほどいるから。だからといってシャアに地球を潰させるのか。だからアナハイムでニューガンダムを用意させている。今のロンドベルの切り札といったらあれだからな。チェン、アナハイムの方はどうなっている？オクトバーさんから送られてきた資料です。このデータによると、タイの設計より重量が3キロ減っているようですが、開発は予定通り進行しています。だがシャアが動き出せば明日にも必要になるぞ。リガジーはバックパックに旋回用のビームを装備している分、運動性が落ちますからね。わかった。チェン、明日アナハイムへ飛んでくれ。ニューガンダムの納期を10日繰り上げ、次戦配備の最終調整はこちらで行う。シャアによって占拠されたスイートウォーター政府はネオジオンの政権を承認した。もともとこのスイートウォーターは宇宙の難民用に作られたコロニーだ。シャアの掲げる反地球的な理想に惹かれるのも無理はない。ラス、意識が永遠に生き続けたら拷問。私は永遠にあなたたちを見ていたい。そりゃエゴだよ。私は永遠にあなたたちの間にいたい。シャアは否定しろ。彼は純粋。純粋だと。情けないモビルスーツと戦って勝っても意味がない。ララースーンは敵対するアムロに求めていた優しさを見つけた。あれがニュータイプ同士の共感だろうとは分かる。だが、シャアは本気で地球連邦と戦うつもりだ。シャアは俺たちと一緒に反地球連邦政府の連中と戦ったが、あれで地球に残っている連中の実態が分かって本当に嫌気がさしたんだぜ。それは分かってる。それで
すべてに決着をつける気になったんだよ。すべて？そう。あのアーバオア空ですべてが終わったわけじゃない。やつは俺との決着をつける準備をしていたんだ。ついにシャアの艦隊がスイートウォーターを出た。向かっている先にはフィフスルナがあった。もしこいつを地球に落とされればラサなど一瞬で亡くなってしまう。これでラサから出撃許可がようやく下りる。あの裏切り者の息の根は俺たちで止めねばな。燃えるなよ艦長。分かってる。ニューガンダム明日にも必要になるぞ。チェーンは予定通り月に行けるな。ああ、だが間に合わない。リガジーでやってやるさ。我々ロンドベルもシャアの艦隊の動きに合わせフィフスルナに到着した。アムロ、あまり時間がない。2分以内にフィフスルナの落下を阻止するんだ。こんなものを地球に落とす。これでは地球が寒くなって人が住めなくなる。核の冬が来るぞ。地球に住む者は自分たちのことしか考えていない。だから抹殺すると宣言した。人が人に罰を与えるな。私シャア・アズナブルは出兵しようというのだ。エゴだよそれは。地球が持たん時が来ているのだ。このフィフスを地球に落ちるのを阻止できなかったとは。ちぃ、このルナ2に我がネオジオンの艦隊が投降した後でですか。このアクシスを我がスイートウォーターに移動させるのは。それらの条件を認めていただかなければ和平話はなしですな。アクシスは我々が買い取ったわけですが、アクシスをスイートウォーターに運搬する仕事は我が艦隊にやらせたいのですが。了解です。あのアクシスの移動は装備されている核エンジンがまだ使えますから、
大丈夫です。昔のエンジンがまだ使える。おりゃすごい。では、植物が。和平条約に基づき、ネオジオンの艦隊はルナ2に投降するため発進した。だがこいつはダミー交じりの艦隊だった。シャアのいる本隊はアクシズを目指していた。シャアはアクシズを地球に落とし、地球を完全に寒冷化しようというのだ。我々ロンドベルは核ミサイルでアクシズを攻撃、落下を阻止する作戦に出た。ミノフスキー粒子、戦闘濃度散布、総員、有視界戦闘用意。第一波ミサイル、発射。あれか。ファイルの中に核があった。やるな、ロンドベル。アクシズ、行け。忌まわしい記憶とともに。ミサイルでアクシズのノズルを破壊する作戦。もしこの攻撃が失敗した場合は、アクシズの内部に潜入し、破壊するしかなかった。シャッターがミサイルが阻止されました。ラーカイラムをアクシズにつける。総員、陸戦用意。総員、陸戦用意。総員、陸戦用意。サイコミが引っ張ってくれた。逃がさしないよ。
したか。アムロ、地球上に残った人類などは地上ののみだということがなぜわからん。世直しのことを知らないんだな。革命はいつもインテリが始めるが、夢みたいな目標を持ってやるから、いつも過激なことしかやらない。しかし革命の後では、気高い革命の心だって官僚主義と大衆に飲み込まれていくから、インテリはそれを嫌って世間からも政治からも身を引いて世捨て人になる。私は世直しなど考えていない。移民どもにその才能を利用されている者の言うことか。そうかい。降下を始めたアクシズを破壊するため、私はアクシズ内部へと侵入、爆薬をセットした。よし、セット完了。これでアクシズはバラバラになる。交代遅いぞ。アクシズと一緒に沈みたいか。爆破作業を終えたラー・カイラムはアクシズから離脱した。予想に反し、アクシズはバラバラにはならなかった。分断させる爆発が強すぎた。前の方は地球から離脱するが、後ろの方が爆発でブレーキをかけられ、地球への落下コースを取ってしまった。私の勝ちだな。今計算してみたが、アクシズの後部は地球の引力に引かれて落ちる。貴様らの頑張りすぎだ。たかが石ころ一つ、ガンダムで押し出してやる。しゃあ、貴様を倒した後でな。人の心の光を見せなければならないんだろう。アクシズ、進路変更確実。地球から離れます。